ポルツグです。さあ本日は2021-0509クソゲーっていうゲームをやっていきたいと思います。もうねタイトルからしてわかるんですけどクソゲーです。はいということでやっていきたいんですけど、このタイトルねおかしいのよ。2021年5月9日にできたクソゲーなんだろうけど、ここタイトルなの。詳細に書くのこれは書くとこ間違えてる。はい、もうわざとだと思うんだけどやっていきたいと思います。とりあえずねやっていきましょう。もうクソゲーなのは分かってるから、タイトルからしてね。はい、もう馴染みのある音だと思うんだけど、みんなからしたら一般人男テストもうさちょっといろいろ突っ込みたいんだけどさ、まずメイト服の男性ガリ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 じゃねえよ、もうゴリゴリの男性じゃん。もうテスト、もう最初にさ RPG 始まってさ出てきた言葉テストだよ。どう思うみんな。もうやっとテスト終わったって人もいるでしょ。これで思い出させるんじゃない、テストの結果が、あーとか言って。もう最悪じゃん。もうテスト、何がテストなんだよ。うん、一般人女性、一般人にしてはだいぶ綺麗だけど、うん、だいぶ綺麗、ハーフかな。テスト、何のテスト。もうさおかしいのよどうやってさ一般人の男がさメイド服着てさこんなとこで来れたの。道ないんだけど。ルーラで来たのか。魔王よぶちのめしてくれる。うん、セリフは一流なんだけどさ、どうすんのどうすんのこれ。 RPG だからさ、あー仲間もいる、しっかりさっきの仲間もいるんだけど、テストでが言ってた、何も情報がわかんないのこの子の。やっていきますよ。話しかけたいんだね。魔王に話しかけるってなんかあんまないけどさ。あーそのまま行く、強そう、めっちゃ強そう、名前魔王やだわ、なんかもうメイド服一般人が勝てるわけないじゃん。てか全然体力ねえし戦う。あしっかり魔法とかもある、ヒール、スパーク、やっぱ魔法が強いと思うからスパークとか打ってみるか。んで一般人女性も魔法なるんだらスパークいく。さあどう、1か消費量、あー17、あそんなんで勝てるか。あ意外と、え魔王優しい、なんか最初に戦う魔王みたいな感じなのかな。これ最終決戦って俺思ってたんだけど、勝手にそういうわけでもないのか。最初に魔王に戦わされるゲームもあるからね全然。はい、スパークなかなか強そう、他の技も打ってみるか。あーあんま変わんないなスパークと、特になんか耐性とかもなさそうなんで。攻撃してみる、一回ちょっと攻撃してみよう、どっちが強いか。多分魔法の方が強いと思う。ほら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 、そこしっかり、えいや倒せないのじゃないのそれはこのさレベル1の体力でさ倒せるのダメ、違う、そこは負けるの一発で。いろいろ間違ってない、いきなり進化した、もうラストじゃんもうラストじゃん、最終形態じゃんこれ。もう勝てるかこれ、絶対勝てないでしょ。 MP 消費したままか、もう絶対勝てないじゃんこれ。もう見た目ビジュアルからしてさ、もう一発でさ全体攻撃されて終わるじゃん。あちょっと待って、一回戻りたい。スパークいけいけいけ、16、いやいいよいい感じ、もうこれに慣れていくしかないよこの数字に。あ意外と4って、ラスボス、そんなラスボスか知らんけど、そんなんでいいのか本当に。ダメージ魔法でね、スパークやっぱ基本的にね技の方が強いからね。ファイヤーいいよ、いい感じ、今んとこいい感じ、まだ回復は必要ないな。スパークファイヤーも両方変わんないからな。んで、一般人女性、あ攻撃しちゃった、ミスった、どうしよう倒せる、あーダメだか、やばいやばい、やられる。先に行動、でも最後に行動してたよね、だから魔王が最後に行動してたんで、ヒールで一旦これ、女性回復 C の、一般人女なんだね、しかも。女性じゃないんだ、女って言い方やばいね。はい。ヒールして、36? 結構回復するな。ちょっと。勝つなよ、そこは。そこ勝っちゃダメなの。そこはダメなの。勝ったら。クリア、クリアじゃないの。制作。終わった、ちょっと待って、終わりじゃないよね、さすがに。
ちょっと面白かった。